こんばんは、ピヌさんです。アズダスクホールズの続きやっていきます。よろしくお願いします。チャプター4ですね。エンディングスタッフロールが流れてしまったので、どういう風な展開になるかはわかりませんが、早速プレイしていきましょう。夜だ。あ、これはゾーイか。現代の話ですね。私、プールに通う前は走ってた。5キロでも10キロでも距離は関係なかった。どれだけ速く走ろうとも、1位になろうとも。自分の影から逃げるようなものだった。今は別の影から逃げてる。まあこの感じだと昔の出来事がトラウマになってんだな。そして彼もずっと逃げていたんだ。ジェイとゾーイが出会うのか。おい、エンジンを早く止めろ。逃げた。あなたなかなかやるわね。これはまずい。もっとスピード出して。そこよ、そこを左。本当に何にも見えねえ。それでいいのよ。車を止めて。ああ、もう信じられん。はあ、まだ生きてるじゃない。大したものよ。俺たちもう終わりじゃねえかよ。まだ小屋に行けるはずよ。無理だ。どうやって行くんだよ。そこら中に警察がいるんだぞ。もし小屋の場所がバレてたら。警察なら気づかずに渓谷の方へ向かうはずだわ。小屋のことは誰も知らない。ベアは誰にも言ってないのよ。そんなの分からないだろ。危険しかないって。でもどこかに逃げないといけないでしょ。母さんの言う通り、小屋に行くのが一番安全だよ。お前に聞いてねえよ。あなた、その口の聞き方やめなさい。あんたたち、もう逃げられたろ。話してくれないか。黙ってろ。強盗に逃走用のバスに、もう勘弁してくれよ。俺たち昨日から失敗のフォローしかしてないじゃないか。デールを置いてっちまったんだぞ。あいつを置き去りにした。タイラー、向こうで話しましょう。こいつを見張っとけ。どれも思った通りに進んでないことは分かってるわよ。デールのことだって。頼む、ドアを開けてくれ。何言ってるの。ダメだよ。でも今は、今しかチャンスがないんだ。私たちが逃げられるよ。兄さんに見られたら。急げば気づかれない。デールはこのままどうなるんだ。頼む。さすが一体やめて、タイラ。今はそんなこと考えちゃダメ。でもドアを開けたらな、ビンス殺されるような気がするな。思ってるはずよ。必ず助かる。そうなんだよな。まあ解放してあげたいんだけどね。これ悩むな、とても悩むな。いや、どうする。いや、鍵をかけたままにしよう。ごめん、それはできない。
さあ、車に戻って。何もされなかったか？大丈夫だった。小屋に向かうわ。その方が安全よ。ヘリが来る前に高速を使いましょう。本当に父さんは小屋のこと話してないのか？私にさえ話してくれなかったわ。バイクがあったよな。食い物も。ほら、ポジティブに考えられるぞ。うまくいかないね。ドアが開かない。あいつらが中に。このままだと死んじゃうわ。おい、この音は。くそ、見つかった。置いてくしかない。もう一度、早く。ピンス、ダメだよ、死なないで。とにかく落ち着いて、ここから出すから。ドアを開ける。座席下、シートベルトを外すか。なるほど。重いんだよね、こうなっちゃうと。起きて。ねえ、起きてくれ。ヴィンス死んでるのか。嘘だろ。クソ。おお、マジか。母さん、兄さん、おい、誰か走っていくのを見たぞ。そうか、一人になったか。調子の悪くなった動物には安楽死しかない。連れてくるんじゃなかった。なあ、小屋に行ってラリっちまおうぜ。どこだっけ。なんで小屋が見つからないんだ。小屋が。僕、水飲みたい。
世界の片隅のどこかに失われた恐ろしい要塞がある。探し求めた者はみんな死んだと言われている。だがこの若き冒険家は別だった。彼の名はアッシュウェルマ。その名高い勇気と高潔な意志と、そして…決断力。あと、彼の素早い判断力。これはそんな少年の冒険譚である。ああ、アッシュ。そうか、そうか。彼らの子供か。シーマ、要塞のお話を書いてみたよ。ほら、森の中でライアンが見たのと同じなんだ。アリゾナに要塞はないわ。作り話よ。ほんとだって。モネのそばまでハイキングしてたら、サメの歯みたいな形の岩があって、そこで見たんだって。え？考えてたんだけど、僕らも探しに行ってみたら楽しいんじゃないかな。そして夜はキャンプして、他にも楽しいことをいっぱいするの。例えば、そして星空の下ゆっくり座って流れ星を探そうよ、二人だけでさ。じゃあ外で遊びたいなら自転車でも乗ってきなさい。そうだ、ついでに郵便も取ってきて。それにこの週末は無理よ、あなたの。忙しいもんね、いつものように。はあ、パパなら言ってくれただろうな。彼がどんな人だったか知らないでしょ。はいはい、分かったよ。うるさいな。いや、気をつけて行ってこいよ。もうすぐ暗くなるからな。明かりを持ってないだろ。郵便も取ってきてって。いいや、知るもんか。何にもないね。いや、こっちじゃないような。まあまあまあ、二人一緒だったらな。もう見つけられてたの。食べ物入ってたはずだけど。うわっ、いいもの見っけ。我慢しよう。我慢できるさ、もちろんだ。多分
ノシシ。ほら食べな。さあお願い食べて、食べてよ。岩の近く、やっと見つけた。ん？小屋？水を探して、あと体を温めないと。今は何でも食べられそう。うわ、キモ。嘘。薬入れがありますように。急ごう。咳止め腹部パッド、鎮痛剤かな。捜索隊を派遣しろ。あとラジオ局に知らせるんだ。軍の隅々にまでホルトの名前を公表したい。了解です。ホルトですが、捕まえられそうですか？確率は半々だろうな。向こう24時間が肝になる。相手がどれだけ賢いかによるだろう。3時間後。Jは保護されたね。窓。リュックサックかな。何にもないか。中にいた方がいい。手紙。バネッサ。
それは木こりの小屋よ。母さんのだったから落とさないでね。君が助けてくれたの？ひどい状態だったよ。小屋がどうとかブツブツ言ってたけど、道に迷ったの？うん、その、車にひかれてさ。嘘、森の中で？高速で頭を打っちゃって、その後さまよってたみたい。え？大丈夫なの？じゃあ救急車を呼ぶね。病院に連れて行きたいけど、車の運転は禁止されてるの。ダメだ。うち貧乏なんだ。治療費を払えない。でも保険に入ってないの？もちろん入ってるけど、ほらそれでも高額だし、そんなの絶対に払えないよ。とにかく無事でよかった。危ないかと思ってたから。ねえ、どうしたの？通路機構に行ってたでしょ。ああ、いや、ああ、ここね、しばらく行ってただと思った。よく駐車場のそばのごつい木の下で一人でご飯食べてなかった？あのネズの木の、ああ、あれ僕だ。名前なんだっけ？ディーンだ。よろしく、バネッサよ。ねえ、少しここで休んでもいい？頭がまだ。絶対に君の邪魔はしないから。うん、私は別に構わないけど、絶対8時前には出て行ってね。じゃなきゃ2人とも父さんに殺されちゃう。これだけは言っておくけど、私前に男の人の股を蹴り飛ばしたこともあるから注意してね。うん、わかった。使って、古いけど綺麗よ。ありがとう。ねえ、どうして高校を辞めたの？もしかしてキャンベル先生の居残りの罰が嫌になっちゃったとか？そうじゃない、中退したんだ。私も中退組よ。っていうか、服装も考え方も決まってるダサいカトリックの高校に転校させられたんだけど、あなたはなんで？ずっと屋内にいるのが嫌だったから。体育はどうだった？僕にバスケを教えようとしてた。もしかして壊れたエアコンのある体育館で？そう。いいじゃん、似合ってる。ねえバネッサ、サンドイッチはまだなの？すぐ行くから。今の？あ、おばあちゃんよ。お腹空いてる？おばあちゃん、今日は行儀よくするんだよね。あら、ちょっと待ってて、タバコを忘れたわ。何年もやめてるでしょ。そうだっけ？そう。ただいま情報が入ってきました。警察がデザートドリームの惨劇と呼んでいる事件ですが、お伝えした通り、襲撃犯の一人は現場で死亡しましたが、他の3人は依然逃走中です。ハムとチーズでいい？あのスライスのチーズはまずくて食べられないよ。死亡した襲撃犯は暴行罪の前科を持つツーロック軍のデールホルトと特定されました。今回の事件は家族ぐるみの犯行と推測しています。おばあちゃん、お客さんよ。こんにちは。あら、あなた、この声はもしや。ああ、信じられないわ、帰ってきたのね。あなた本当にマシューなの？ん？ただいまおばあちゃん、会いたかったよ。間違いなく私の孫だわ。今までずっとどこにいたの？白内障だ、おばあちゃん。その別の家族のところホームステイしてたの。だからちゃんと見えてないんだ。手伝うよ。ところでマッシュ、ホームステイしてた時毎日あっちで何してたの？
だって学校に行ってなかったんでしょ。すごい気になる。だいたい外で過ごしてたかな。ハイキングしたり川釣りしたり、あ、シーズン中には漁もしてた。動物を殺すの？そのハムだって豚の肉だよ。これはパストラミよ。まあでもそうよね。マッシュ、あんたこんなに長いこと家を空けて帰ってきたらお父さんからこっぴどく叱られるわよ。なんでそんなこと言うの？お母さんが亡くなってお父さんが一人でどれだけ苦しんできたか、あんたらはちっともお父さんの苦労を分かってない。ねえ、父さんの味方ばかりしないで。ジェシカおばさんの事件簿を聞いてくるわ。おかえりマッシュ。昔はおばあちゃんに憧れてた。バイクに乗ってたし空手もしてた。今はズボンも見つけられないし履き方も思い出せないの。あのマッシュって君の兄よ。交通事故で死んだの。そうなんだ。辛かったね。私はもう平気。でもおばあちゃんはいつも忘れちゃう。僕も兄を亡くしたんだ最近。どうして？銃で撃たれた。そんな、なんかそれってひどすぎる。ああ。ねえ、ちょっと勉強してもいいかな。来週期末試験なのに授業をずっとサボっちゃってたから。じゃあ片付けようか。ありがとう。中退するなんて賢いと思う。ジャクソンが書いた大統領職の3つの点なんて覚えておく必要ある？多分ないね。テストに出たら飛ばそう。ねえ、仲良かったの？え？兄弟と。いつも僕を守ってくれた、一番上の兄さんからや父さんからも。特に酔っ払ってる時は。お父さんって酒癖悪いの？前はね。今は退役兵の病院で必死に生き延びようとしてる。そうなんだ。私と同じくらい不運ね。何があったの？首吊りで。死ぬ前に僕が止めたから未遂になったけど。そんな、リー。少し恐ろしいこと言っちゃうけど、私時々思うの。父さんが死んでくれたらいいのにってね。やめなよ、本気じゃないでしょ。父さんを知れば納得するよ。束縛魔なの。これまで家出しようと思ったことないの？もう全て忘れて。どこに行けばいいの？ここじゃないところ、どこだっていいさ。行く場所なんてない。はい、これまで。ごめんね、暗い話して。ねえ、一緒に勉強する？いや、僕なんか一緒に勉強しても。しようよ。誰かと勉強する方が楽しいし。わかった、いいよ。ミネソタ州？違う。ワイオミング州？それも違う。ダメ、ギブアップ。アラスカ州だ。全部が保護公園で総面積は300万エーカー超え。これ以上だとカナダなんだ。貸して。よし、次はあなたよ。僕はダメだよ。1906年に遺跡保存法を制定し、農務省林野部を創立してグランドキャニオンなど5つの国立公園を作った大統領は誰？あれ、テレビで見た気がする。全然わかんないわ。ジェファーソン。
ジェファーソンだっけ。で、それだと100年くらい早いよ。正解はセオドア・ルーズベルトよ。ああ私このままだと絶対赤点ね。気にしなくていいよ。試験なんかしなくてもわかるよ。君が頭がいいとか、その…ごめん、なんでもない。リン、今の…ありがとう。まずい、もう帰ってきた。同級生ってことにして、勉強仲間ってことにしよう。学校で組まされて。おかえり、今日は残業じゃないの？外に車はなかったが、誰だね？ディーンよ、同級生。どうも、ディーン君。はじめまして。勉強していたのか、いいことだ。だが教えてくれ、ディーン君。学校名は何だ？ブロードウェル。ブロードウェル高校。ほう、ブリッジリー高校の間違いだよね。はい、そこです。転校生なの。それで教務課に一緒に勉強しろって言われたの。君が大麻の売人か。え、もうやめたって言ったでしょ。彼に聞いてるんだ。もう帰るよ。待つんだ。娘が誰と時間を過ごしているのか知っておきたい。警官なの？民間の警備会社だ。銀行の警備会社よ。もう何十年も銀行強盗のない町でね。バネッサ、もういい。とにかくそれも変わっていくかもしれん。デザートドリームであった惨劇のことは聞いてるか？え、ああ、さっきラジオで言ってた。まあ早く捕まるといいね。まったくだ。捜索は続けてるしな。ホルト家らの似顔絵が出来上がれば FBI が全国に公開して知らない人はいなくなる。ねえジェイソン、こっちに来てちょうだい。手を貸してほしいの。君はどこへも行くのよ。本当にごめんね。僕も帰らないと。ダメよ、もっとまずいことになる。バネッサ、おばあちゃんのオーディオブックはどこだ？ちょっと待って、バスルームじゃないかな。なるほど。父さん、タンスの下着入れは調べた？タンスの下着入れの中にはないだろう。知らないよ。ねえ、やっぱりもう帰るよ。あ、嫌だ。こっそり帰らないでありがとう。僕を助けてくれてどう感謝していいか。じゃあまた勉強を手伝ってくれる？コーヒー飲みながら。おしゃれなコーヒー飲んでみたかったんだ。そうだ、連絡先をあげるね。平日がいいかも。それだと父さん職場にいるから。どこにも行くなと言っただろうが。家に帰らないと。そうだな、君を拘束する権利はないな。ありがとうございます。母も安心。待ちなさい。なぜ息子の服を着ている？あ、それは実はさっき車にひかれたんです。バネッサが見つけてくれて手当てしてくれました。ひき逃げか。なぜ通報しないんだ？近くでパトロールしてる車を止めるぞ。ええ、僕の不注意で混乱してたんです。ハイになってて。お前ふざけてるのか。今すぐ私の家から出て行け。わかりました。なんかさ、なんかところどころどの選択肢選んでも外出禁止だ。どうせここに落ち着くんだろうなっていういきなりの展開が見え始めたね。ジェイ、お前か。
起きろ。これを食料庫にかけておけ。お前誰だ。Gじゃないな。こっち来い。ガキがこんなとこで何してるんだ。はっきり言え。なるほど。それなのに偶然俺の小屋に入ったってか。あ、どうやってここのことを知った。誰に聞いた。友達が教えてくれて、サメの歯の近くに要塞があったって。要塞だと。そんなもんここにはない。この場所ももちろん存在しない。わかったか小僧。お前がここに来た理由は一つだ。盗みを働くためだろう。僕は全然怖くなんかないよ、おじいさん。なんだと？聞こえたでしょ。ああ、しっかりとな。小僧、お前大した玉じゃないか。お前どこのもんだ。ママはナバホとマオリのハーフですが。コソドロがバカか。お前は住所を聞いてんだ。まあいい。でそのママってのはお前がここにいるのを知ってんのか。知らない。行き先を言わずに出てきて。ママは僕のことお構いなしだし。それに僕は泥棒じゃない。前にガキが金を盗もうとしてるのを捕まえた。ナイフを顎の下に突き出してやった。まさにこんなナイフだったな。やめて。なんでだ。そいつに何をしたと思う。作り話でしょ。怖がらせようと思って。嘘つき呼ばわりすんな。クソ生意気な坊主だな。そいつに体の一部を切り取ってから解放してやると言ってやったんだ。悪魔じゃないからな。選ばせてやったんだ。指か耳のどちらかな。次はお前の番だ。どっちがいい。痛いの。耳か。あいつは指だ。ああ、すると泣き始めたから言ってやったんだ。自分の親父に盗みを働くガキほど恥なもんはない。長男に尊厳ってもんを教えてやったんだ。厳しいように見えるかもしれんが、やってることは俺の親父と大差ない。でその後いつか俺に感謝するぞと言ってやったのさ。でも感謝されなかった。それどころか代わりに泣きながら母親を呼んでた。だから見逃してやったさ。父さん、ねえ父さん、いるの？いいか小僧、ここに来たらどうなるか分かっただろう。だから振り返らずにまっすぐ家に帰れ。さあ帰れ小僧。急げ、俺の気が変わる前に。父さん、何言ってんの？何なんだろう。アッシュどこでつながってくるんだろう。
冒険キャンプ。ご一緒に素敵な旅をしてください。ウェレマさん、息子さんもきっと驚くでしょう。兄弟を、ママ。引っ張れ。やればできるって。ああ、もうどうしよう。さすがに気持ち悪くなってきた。大勢の警官でお前を探してたんだぞ。ママに言っといてごめんなさいって。何を言ってる、自分で言え。大丈夫か？何があったんだ？要塞を探しに行ってたの。アッシュ、何のことだ？あそこで何があった？そういうことか。分岐、ダンテに、小屋のこと。まあ確かにな、もう逃げた。ホルト家に俺の愛してるキャラクターはもういなくなってきたからな。ビンスもいなくなったしな、小屋の話しよう。小屋があって、僕、見たんだ。密猟者だと。思う。密漁。あんなところに密漁者が。分かった、アッシュ。よくやった。ちゃんと見てくるからな。もう大丈夫だ。分かったから。もう大丈夫だぞ。アッシュ。アッシュ。もういい、大丈夫だ。おい、俺がいるから。今すぐ病院に連れて行くからな。安心しろ。2ヶ月後、同森にて。サム・フォレスト。運よく高速を越えたけど、国境は無理ね。きっと限界態勢よ。もっとマシな案はあるか？俺にはない。ジェイ。ジェイ、あなたを失ったかと。誰も探しに来てないよね。逃げてからは大丈夫。ここだと安全よ。母さん、ラジオで僕たちのニュースが流れてたよ。こそこそしやがって何考えてんだ。つけられてないか？身の隠し方くらい知ってるよ。これからどうするの？よく聞いて。あの黒い本にダンテは口座番号を書いていた。もし想像通りのものなら。その話は後だ。まずはカナダへ逃げるぞ。カナダ？南の国境は厳重態勢だ。だから北へ向かう。寒いの苦手だよね。心配すんな、ジェイ。俺がついてる。分かってるよな。僕もね、兄弟だもん。よし、先に見張っておくから、二人は少し休め。明日もまた大変だ。もっと寝てればいいだろう。俺はバイクをいじってたんだ。
ねえ、カナダのこと聞かせて。カナダには行かない。テキサスに行く。リオグランデ川を渡らせてくれる知り合いがいる。じゃあ、なんでジェイには来たと言ったの？あいつは連れて行かない。偵察とか言って明日すぐに。カナブへ行ってもらう。あいつが戻る頃には俺らの姿はない。ダメよ、そんなことさせない。デールを失ったのに懲りないの？どれもこれもしたくてやってるとでも思うのか。好きでやってるんじゃない。あなた、ジェイのことは気に入ってなかったものね。それでもあいつの面倒は見ただろ。俺は人生を家族に捧げてきたんだ。14歳からずっと働いた。体力がついてからはあんたを何度も父さんから守った。今考えると俺って他の人の面倒を見てばかりでまともに自分の人生を生きたこともなかった。生まれてからずっと俺はそんな役割をさせられたんだ。責任を取りなさい。だって長男でしょって。25年ずっとだぞ。もううんざりだよ母さん。こんな生き方もうこりごりだ。バイクには2人しか乗れない。3人は無理なんだ。だから乗るのはあいつじゃない。何してんだ。出ていく。もうやめて。二人が行きなさい。私が残るから。ここで生き延びられるわけないだろう。でもジェイならできる。森の中で育ったようなもんだ。やめて。必要なら私がここで死ぬから。いや、俺たち全員生きるんだよ。ジェイはここに残っても生きていけるもんな。そうだね、残ろうかな。兄さんと行動するのは嫌だ。弟を見捨てるなんて何が兄弟だよ。俺といるといつも他に居場所があるみたいに振る舞いやがって。優しかったらこうはならなかったかも。何言ってんだ。お前がうちに来た時から性格は変わってないぞ。何？お前の本当の母親はお前なんかさっさとおろし。タイラ、やめて。本当の母親ってどういうこと？母さん、どういうことなの？血のつながりはある。息子としてあなたを育てたんだから私があなたの母親よ。あとは関係ない。関係あるよ。僕には関係あるよ。本当の母親は誰？私の妹よ、ブルック。あなたを産んで亡くなった。妹がいたの？父親は誰？いねえんだよ。デールじゃなくてお前が死ねばよかったんだ。聞いて。刑務所だけは嫌だ。私もよ。難しいな。難しいな。今残ってる家族に俺は愛着がないんだな。置いていこう。ビーンスがね、まだ残ってればっていう。お前逃げる気か、腰抜けが。
ビンスかデールが残ってればな。守ったんだけど。あっちを見てこい。犬が駆けつけた。見えるか。ここにはいないな。下を探すぞ。今すぐ手を挙げろ。いいか、危害は加えない。見つかった。お願い、撃たないでくれ。お前を逮捕する。罪状は多すぎて覚えきれないほどだよ。お前がもし抵抗すれば実力を行使する。いいか、ゆっくり地面に伏せろ。手は頭上だ。もしその突然動きでもしたら。悩む悩む、これは悩む。もう理性的な考えとかじゃないんだよな。投稿する、投稿して、投稿して、投稿した後にドラマティックな展開ってない気がすんだよな。撃っちゃおう。冒険心を重視してね。まあそうだね。終わってしまった。あ、失礼。いや、まあ今回は結構誰も選んでない方いったような。ビンス死んじゃってんだよな。ビンス知らない未来があったんだな。そうなんだ。ビンスを逃げさしてれば死んでないのかな。ここの分岐、下があれだ、2% だ。みんな上に。タイダー逮捕。警察に追われた。森の中で警官を射殺。でも逃亡者になるが 80% だな。そうなんだ。
アッシュ。アッシュ。まあ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 、最終的にね。そう、まあ、ダンテに話しちゃったから、いやまあ。まあまあまあ、まあまあまあって感じかな。悪い方向に行ってますね、とても。ただな、俺の愛すべきキャラクター、ヴィンスとデールがもういないからな。難しいな、今後。今後な、ヴィンスを逃がせばよかったな。まあ、それだけが、引っかかりがあるな。はい。ということで、今日のアズダスクフォールズは終わりです。次回ね、クリアまで。まあ、クリア、多分あと3つ4つぐらいだと思うんですが、クリアまでやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。